手荷物用のラベル日本航空輸送株式会社は1928年から1938年まで存在した日本の航空会社である。1928年10月、日本の民間航空輸送を一手に担う航空会社として政府主導で設立された。内地のほか台湾、朝鮮、関東州、満州国、中華民国へも 航空路線を運航したが、1938年12月に、特殊法人大日本航空株式会社へ改装された。羽田空港に中期する日本航空輸送の、フォッカースーパーユニバーサル第一次世界大戦によって、航空技術は急速に進歩し、欧米では戦争終結直後から一般向けの定期航空輸送が行われるようになった。一方、 当時の日本に存在した民間航空三社日本航空株式会社日本航空輸送研究所はいずれも小規模で営業成績も良いものではなく将来性は見込めなかったそこで政府支援のもと日本の民間航空輸送事業を統括する大規模航空会社を設立することになった渋沢栄一や井上淳之助などの有名実業家の協力を得て 会社の設立作業が進められ、1928年10月20日に、低新省航空局所管の航空会社として、日本航空輸送株式会社が発足する。日本航空輸送は、日本の民間航空輸送を独占する企業として、設立されたため、政府は既存の民間航空3社に対して、日本航空輸送への合流を求めた。三社の内東在定期航空会と、 日本航空株式会社の2社は合流に同意し、1929年3月31日、日本航空輸送に無償吸収合併された。残る日本航空輸送研究所は合流を拒否し、最終的に政府が妥協して、短距離路線に限り日本航空輸送以外の航空会社による運行を認めることになって、運行を継続した。 日本航空輸送による営業運航は1929年4月から始まり陸軍から払い下げられたお辻式1型偵察機18機によって東京大阪間週12往復の郵便貨物輸送を行った同年7月には東京大阪福岡間で9月には福岡ウルサン形状ピョンヤン大連間で旅客輸送を開始している 1929年7月に開設された東京、大阪間の航路は、料金35円、平均搭乗時間約3時間だった。当初、東京の拠点は、立川飛行場であったが、1931年に、羽田飛行場に移転した。日本国内各都市への就航も進み、東京富山間を皮切りに、大阪富山間、東京新潟間、大阪鳥取島根間、 大阪、徳島、高知間東京、仙台、青森、札幌間といった路線が新設された。後には台湾への就航も行っている。日本を代表する航空会社として設立された日本航空、輸送であったが、当初は需要も少なく経営は不安定で、収入のほとんどを政府からの補助金に頼っていた。しかし、満州事変や日中戦争が発生し、 大陸における日本の勢力圏が拡大すると状況は一変する。内地と大陸の間の輸送需要は急増し、満州国や中国各地に向かう路線が新設された。これらの路線は軍による利用が中心で、運航経費も軍が負担したために日本航空輸送の経営は好転。搭乗率も上昇して満席が続くようになり、機材や 航空施設の整備が進められていく。1938年には延べ32万3000人が利用し、この年の全世界における航空輸送量の2.6%を占めるまでになった。日中戦争以降、満州国を含む中国大陸へ向かう航空路の軍事的重要性がさらに高まったことから、民間航空輸送の統合政策のもと、日本航空輸送は、 国際航空株式会社と合併し、1938年12月に特殊会社である大日本航空に改組された。日本航空輸送が運航していた路線や機材は、大日本航空に引き継がれている。東京大阪、大阪福岡、福岡ウルサン、ウルサン京城、京城ピョンヤン、ピョンヤン大連保か、小型機。ありがとうございます。